よかった。テロップ書くの大変だよね。Q あれにしよう、 F にしよう。オッケー、オッケー、オッケー。おはようございます。おはよう。そっか、一発目か。一発目で、おはよう。今から仕事頑張ってね。ねえ、プリン食べよ。え、いいんですか。もう寝起きだからないでしょ。食欲絶対そのいや、私空いてるもんね。まゆちゃん後で食べて。ありがとうございます。何がいい？それがいい？どうしよう、めっちゃって言われちゃった。伊勢のでで誘う。あ、伊勢のでで誘う。伊勢ので。一緒じゃん。いや、じゃあ、こっちにする。はい、どうぞどうぞ。いただきます。甘いから。いいですか。うん、どうぞ。ありがとうございます。甘いスプーンあるの。美味しそう。食べたい。ありがとうございます。はい、みんな優しいからめっちゃ喜んでくれる。このプリンでめっちゃ喜んでくれる。嬉しい。優しい。プリンあげたらめっちゃ喜んでくれる。ハルルさん、なんかあれですよね、昨日なんかみんなにお菓子買っていこうって言ってそう言ってた。みんなにお菓子買っていこうって。そう。プリン後で食べようなそうね。後で食べる。じゃあ私今食べてるね。じゃあ私も今食べよう。食べよう食べよう。いただきます。いただきます。いいよ、ここ入れて。ローソンだからローソンだから大丈夫みたい。ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。この人気のコースティング、うん、やばいやばい。今日さっきまで寝てたんだよ。本当に5分前くらいまで。そう、疲れてるんだよ。だってさ、まださ、ツアー慣れてないのにさ、朝から配信してさ、疲れるよね。でもこの生活をずっとこなしとる一期生さんがほんまにずっとこなしてないよ。だっていつも朝寝てるもん。こなしてないこなしてない。朝いつも寝てるもん。やっぱ皆さん楽屋でぐったりですもんね。そうそうそう、みんなぐったりしてるよ。うん、ね、私さ、いつも思っとったんやけどさ、マイキュンのさ、テロップの書き方うまいよね。なんだっけな、なんかあの時さ見ててさ、そう、なんか大きいの焼きますやったっけ。あれだ、卵焼きの時だ。あれさ、パーって見てさ、普段さあんまりさ見やんねんけどさ、私さのショールーム他の人の。でもさ、あれだけさテロップ見てさ、何入ってんねんやろって気になって入ったもん。え、見ました、あれどんだけでかかったか。見てない。でかい。え、なんか卵焼きなのにこのぐらいサイズあって、え、やば。そう、やばかったよねあれ。やば。ホットプレートで作ってた。へえ、ちゃんと見てなかった。自分もう配信してたからさ気になった。でもなんか今みんな結構配信してるから、いろんな人の見えるから楽しい。でもその中でテロップナンバーワンだと思う。テロップ一番うまい。テロップ本当に気になる。いつも書いてない。書いてないから今日期待しとこ。期待しよう。どうしよう。いや、ちょっと何がいいかな。なんか入りたくなる テロップ書いてる。いつも。あとよく絵文字使うよね。あ、そうそうそう。うん。で、私もそれ見てテロップ頑張ろうって思ってテロップ書いてるもん最近よく。私あれ見ましたよ。何？星投げ講座と。恥ずかしい。まあ、結構私見てるんですよ。うん。もえー、嘘、恥ずかしい。なんかビビビビとか言ってます。占いはみたいな。そう、占い。占いとか天気とか。明日やろう、久々天気。
見てくれてるなら。見てます。ねえねえ、お守りの名前何するね。あのね、はじめね、みゆみゆとね、あのいっぱい考えさせてごめんね、テロップとか。はじめね、みゆみゆと配信してたの。なんだろうな、みゆみゆがな、なんかお守りのこと守るくんって呼んでてな。可愛い。可愛かった。でそっからなんだっけな、あの守るくん。そっからそう、守り、ま、なんだっけ、守る、守るになって、でその次の葵ちゃんとの配信がまりもちゃんになって、さっきゆりちゃんと配信したのがまなぶさんになって。だから今度は何します、じゃあマイキューとゆらりんのファンの人考えてください。お守りの名前、お守りの名前、まなぶさんの次ですよ皆さん。ハードルだいぶ高いよ、まなぶさんも。まなぶさんはやばい。そうね、まなぶさんバレたらやばいなって言っててまなたんになったけど、ま、結局そう、まなたん、まなたんありがとうってずっと言ってたの。皆さん考えてくださいね、お守りの名前。でもみゆみゆさんってやっぱやることが可愛いね。うん、可愛い。うん、なんかさ、みんな結構年上だよね。年、私があれやけど、私がやるの一番ないやけどさ、もう2人とも19もっとね、もっと若いと思ってた。なんか若いイメージだった。だってカノンちゃんより年上でしょ。はい、な、奇跡のコラボ配信いいね。その顔文字が可愛いね、なんか。あ、今日ちょっといつもと違う顔文字。ね、いつもさ、まえちゃん好きな顔文字あるよねって話を前奥ちゃんとしてた。うん、うん、これ好き、これも使うよね、うんうん、これお化けっぽい。あ、確かにちょっとぽい。うん、そう、まえちゃんはお守りのこと最近、うん、なんて、お好み焼きって、なんでお好み焼きにしよう。違う、まず陰物語から始まって、うんうんうん、お好み焼き作った配信以降、うん、お守りのことを間違えてお好み焼きって言っちゃうよ、ね、嘘、じゃあもうお好み焼きにしよう今日は。原型ないけど。はい、いっぱいお好み焼き投げてくれてるよ。お好み焼きありがとう。お好み焼き、うんうんうん、普段喋んないもんね、あんまり。ね、え、もうなんかよく2人でいるときにハルルさんの話しちゃってしまう。え、なんで、え、そうな、なんでな、え、もう好きなんですよ、ハルルさんが。え、どうしよう。なんかもう私どうしよう。じゃあ3日に1杯、3日に1回ぐらいプリン買ってくる。あ、やった。言っとくべきやな、言っとくべきやなって。なんかほんまに楽屋での話になった時に絶対出てくる、うん、嘘、なんで、面白い。本当に面白い、ずっと喋ってるもんね、私楽屋で。しかもなんか言うことが面白い、全部、うん、嬉しい。イメージと全然違いました。嘘、初めてどうなと思ってた。あんまり喋らないおしとやかで静かな、なんか綺麗な方っていうイメージで、今はもうなんとイメージ良くないじゃん。バリバリいじられる、うん、面白いお姉さん。そう、何でも言っていいからね、私のファンの人怒んないし、何言っても何でもいいよ。そう、 MC とかも気使わないでいいの、私のファンの人は。あんまり言いすぎたらダメな人もいるじゃん、やっぱりファンの人が傷ついちゃうから。私のファンの人は傷つかない、ある程度覚悟をしてるもんね、みんな。ある程度覚悟してるから傷つかない。もうなんかすごいカノンさんとの鏡が好き。本当にカノンちゃん大好きやもんね、マイク。あ、そうなんですけど、はい。だってそう、そうなんです。私ね、推し編しやんって前言ったらな、しやん感じのこと言われたもん。コウコちゃんと話してる時にな、お世話してもいいんだよって言った。ちょっと思案らしい。カオンちゃんと朝からお誕生日祝ってきたよ。あ、なんか、うん、めっちゃ声が聞こえた。聞き渡ってました。ごめん。2人の話声が聞こえた。うそ、うるさかったから。聞こえた、確かに。ごめんね。めっちゃうるさかった。そうそうそう、朝だから逆にハイテンションやった。ここまで聞こえたんだ。
壁が薄いのか私がたちがうるさいのかなんかハルルさんが話してそう気遣ってくれてるから今ハルルさんが話してそれを聞いてカホタルさんがめっちゃ笑ってるイメージがあるほんまにめっちゃ話すよよく話してますよねずっともういろいろ話して誰かしらに話してる、うん、楽屋が賑やかでめっちゃ面白い楽屋喋ってるか喋ってるか動画見て一人で笑ってるかご飯食べてるなんか前、山口の時に、パルトさん いらっしゃったんですけどもパルトさん、パルトさんいらっしゃったとか言わんでいいよ言わんでいいよそんなパルトさんいらっしゃったなんか絶対言わんでいいよパルトがいてみたいなパルトさんがいて、めっちゃもう面白かったです常になんか一人で面白いこと言いながら歩いて、マジもう全然バカにしていいよ、パルトは大丈夫パルトは大丈夫もう下手したら私より大丈夫だもんなんか山口公演の時に誘拐するぞって言って私を持ち上げてステージ裏をこう走ってめっちゃキモかったですそっからではめっちゃ仲良くなれた気がする、よかったよかった、面白いパルトさ なんか山口公演の時に、なんかしばらく佐野に会ってないから寂しいわって言ってました、言ってた、嘘佐野さん怖いそうな、私山口出てないからさ、2人と出るの初めてやねんな、だからあんまさレッスンの時にしか喋らへんもんね、あとそうあとたまに自転車乗ってる時に会うめっちゃ恥ずかしい、会ったことあるよね多分、なんか自転車をこうやってるところなんか引いてるところをよく見かけた、見た私もでも一回見かけたことあるんですよ、私気づいた時、いや気づいてない時、チャリ漕いでて隣をパルトさんがこう歩いてて、あって思ったけどた遠くだったから挨拶できなくて、いいよしなくてよかった、二人の時だ、私一人の時さなんかそう頭の中でさいろいろ妄想したりさ歌歌いながらさ走ってるからめちゃくちゃ見られたくないのそう一人で自転車漕いでる時チャリのもうめっちゃピンクのママチャリ乗ってるから、ママチャリじゃないけど折りたたみめっちゃ恥ずかしい、たまにパルトさんに貸したりしてますね、あ貸してる見る、なんか言ってました前、総選挙の撮影の時に、パルトさんと一緒だった時に、なんかこの間佐野の家に泊まりに行った時にアイスが食べたいって言うからチャリコイでアイス買いに行ったよ、一個言っていい、パルトさなんかさ、表ではさはるかちゃんって言ってるのにさ裏で佐野って言ったらめっちゃムカつくんだけどめっちゃムカつくんだけど佐野、確かに佐野って絶対よそれ絶対よ、あそうアイスよく買ってもらう、みぞれのアイスが食べたいって言うから私チャリぶっ飛ばしてアイス買いに行ったんだよみたいな話それパルトの真似めっちゃ面白い言ってきて面白かった、面白いあとなんか私が前座で出た時の広島公演で、パルトさんが MC で、なんか私の服がどんどんなくなるみたいな話をしてて、佐野さんに貸してそのまま返すよ返すよ返す返す、勝手に借りるだけ、勝手に借りる、勝手に借りる、めっちゃ面白かったやばい、めっちゃ印象やばいよやばいね、面白い、マイキュー人見知りだもんね、そうですね、私も喋りかけてくれるの待ってる派だから待ってるいつも待ってる、私もです、あ嘘本当に、はい、でも仲良くなったらめっちゃ、あそうなんだ、あでも見る見る喋ってるところ、結構マイペースだなって思って見てる、なんだっけなあでもそうこの間可愛かったのがなんかちょっとゆらちゃんが体調崩してて、そうおかゆ作りに来てみたいな言ってたのは可愛かった、マイキューにいいよって言っていいよっていいんだと思って
本当に作ってくれた。作ってくれたの？美味しかった。美味しいやつ作ってで料理できるんだ。でっかい卵焼きも作れる。料理上手ですよ、まいちゃん。何が得意？中華が得意です。嘘、作って。え、本当に食べますか？え、食べる食べる。え、マジでマジで作って。え、全然作れます、ね。え、やったー。でさ、私なんか持ってくよ。持ってくよ。え、作って作って、うん、食べたい食べたい。料理するんですか？え、料理するよ。へえ。自炊ですか？するする。なんかバルトもたまに来て食べて、お皿洗って帰る。私料理したいんやけど、お皿洗うん好きじゃないよね。わかる？平気？めんどくさくない？お皿。なんかでも蓋、どうなんだろう。作って。中華何でも作れる？何でもっていうのは何が好きですか？中華だと。中華、エビが好き。あ、エビチリが食べたい。食べたい。エビチリ作ったことあるけど、うん、作れるかな。でも本当に上手で。作ったことあります。なんか多分、なんじゃセンスがいいんだと思う。いや、そんなのない。なんかメニューとか、何レシピ見なくても、なんか感覚で上手に美味しく作れるから、本当に上手なんだな。すごいね。すごい。ご飯はあるの？炊飯器。一応なんですけど、もカビが生えて。マジ？あ、じゃあご飯持ってくよ。言ってないんですけど、そう、放置してたらカビが。やばい。絶対洗いもしないじゃん。じゃあ洗いもしないやん。作って放置やん、絶対。カビ生えないよ。だってお米は炊かないですね。あ、炊かへんねん。あんまり食べない。そうですね。だから臭いもんね。久しぶりに焼けたら、なんか白いこうモワモワがいっぱい。やばい。やばい。そうやって動いてなかった？動く？いや、なんか虫かなみたいな。いや、動いてなかった。なんか綿毛みたいなのが入って。やばい。だからまた閉じました。そのまま。なんか私怖くて見れなかったんですけど、iPhone がそれ見て反応すごかったよね。めっちゃ痒くない？無理じゃがん、無理じゃがん。あ、みんなで部屋いるとき多いんや。4人でいることが多いですね。空がなんか中学生で、ちょっとお母さんとか。そう、お母さんがいるから、4人でいることの方が結構いいけど。空も泊まりに行くよね。明日もそう、泊まりに来たりするし。あ、そうなん。基本ドラフト生で行動することが多いから、確かに5人いつも一緒という感じ。いいね、仲いいね。じゃあ仲いいです。5人やから全員で仲良くできるもんね。30人いたからさ、30人で仲良くできない。学校みたいな感じ。確かに。あ、時間教えてくれてる。37分。なんか、よくお互いの家を行き来してるんですけど、そう、なんか朝までトランプやったり。やばい。遊んでる。かわいいね。朝までトランプ。あ、頑張って。何が楽しい？何したの？ババ抜き？なんか2人で何やったっけ。スピード？スピードとか、ダウトとか、豚の尻尾とか。でも2人でやっても、なんか自分が持ってるからカード分かるんですよ。相手が大体何持ってるか。それで朝までやってんの？ほんまに何が楽しい？でもちょっと楽しく楽しかったよね。楽しかった、楽しかった。楽しいかなって思いながらやったじゃない？なんかこれさ、これ絶対さ、ゆらちゃんだけで楽しんでた。マイケ楽しんでないよ。ちょっと楽しいかな。ダウトはなんかもう自分がカード持ってるから、相手が嘘ついてるの分かるから、なんかもう絶対的に分かるよね。だって私これ 4枚持ってるから絶対ダウトじゃん。ダウトみたいな感じの本当だ。ほんまや。ほんなんさ、でも2枚持ってても、あ、そっか、そういうことか、違うの出してるかもしれない。そうなんです。4枚持ってたら絶対嘘やん。じゃあそうなんですよ。だから100嘘やんな。自分が4枚持ってるから、今のダウトだよねみたいな。全然面白くなかったけど。面白くないね、それ。このダウトは2人でやるのは違うねって。じゃあ私入るよ。入ってください。ないの、トランプ。今持ってきてないですね。そっか。でもこの間コッコさんと一緒になんじゃもんじゃゲーム一緒にやったんですよ。何？3人で？
何なんじゃもんじゃゲームって。なんか変なキャラクターの絵が描いてあるトランプがあって、うん、それに勝手に名前をつけていくんですよ自分で、特徴があって、でそれ同じカードが出た時に誰が一番最初にその名前を言えるかみたいなゲームがあって、それコッコさんとやってました。へえ、いやもうやー、なんかもう年上ばっかなんか絡みに行ってるみたいやなコッコちゃんと配信した、私と配信するってな、年上がなんか絡みに行った面白い。え、楽しかったそれは。めっちゃ楽しかった。やっぱ2人と3人違う、全然違うよねあ、マイキューコウコちゃんとも喋るもんね。そう、最近結構打ち解け、打ち解けてきた、打ち解けてきました。私も打ち解けたけどちょっとまだドキドキするの、話すの気使う。でもめっちゃ喋りやすい。ほんまに、なんか一番最初にドラフト生に声かけてくださった。え、嘘、私なんて言った。なんかセンター試験の日に、うん、私センター試験の日、ああそうだ、 AKB のセンター試験の日に思い出した。ケータリングケータリングの方に座ってたもん座ってたからなんかでも、うん、ケータリングがあったんですけど、一期生さんが先に取るかなって思ってて、余ってたんだ。そう、ドラフト生はなんかもう取っても、なんか初めてのことすぎてそれを取っていいのかすらも分からなくて、うんうん、みんなで座って待ってたら声かけてくる、もう食べなよって言ったそう、食べて食べてちゃうねん。そん時なんか、うん、ちょっと なんか食べづらい雰囲気やって、で誰も一期生も行かへんかな、だから私が行ったけど、なんか私一人で行ったらなんか私しか食べてないやみたいな、いそうやからだから食べやって言って、全然食べていいでって言って、そう優しいってなったその時ほんまにそう、差し入れのことしか喋りかけてなかったもんね差し入れのとこでしか確かに、そう、兵庫の時もケータリング、そう食べてなかったから、だってお腹すくじゃん、毎回言ってくださいね公園のためにそう、私が持ってきたんじゃないのに人が持ってきたやつめっちゃ勧める美味しいよ、そう美味しいの、だって神戸のケータリング美味しかったでしょ。美味しかったです。食べた、老少期食べました。食べた、え、食べて、え、食べてないの、え、言ったのに嘘、めっちゃ美味しかったよ、もったいない、めっちゃ美味しかったでしょ、老少期の。美味しかったね。ああ、また兵庫来ないとね。兵庫美味しそうだった。兵庫美味しそうだった。え、なんか本当にケータリングが豪華すぎてびっくりしたんですよ。ね、兵庫一番豪華だよね。うん、今も美味しいけど、うどん。今日食べた？食べてないんです。あ、食べてないの？2日目。あ、なかったか。そっかそっかそっか。今日あったらいいね。ね、来たっけ。めっちゃ量多いよでも。そうなんですか。お腹空かせていかないとめっちゃ量多い。食べたい、今日うどん出たらいいな、はい、あの出ない、メロンジュースの時メロンジュースはみたいなのないでねメロンジュースの時の頭普通のまま吐かないでね、もうなんか白いの出てきたよみたいな、嫌だから出てね、香川だから、そうそう、特別に香川だから特別うどんプレゼントみたいなゆらちゃんのお腹の中からうどんプレゼントでも嬉しがりそう、コアな人は、コアな人は嬉しがりそう明石焼き、明石焼きも毎日あったね。あーあった、ね、明石焼きいっぱい食べた。うわ、お好み焼きありがとう、みんなお好み焼きそのポーズもあんねんや。なんかまいちゃんがお好み焼きって言って、私あんまりありがとうっていつも言うんですよ。あー、そういうこと。それ昨日コラボで配信してる時に言い合いしてたのね。あれ好き、クッチョンえ、ちょっともけてください、クッチョン、ちょっともけてください、クッチョン、ちょっともうバカバカにしてるやろ。違うんです、声を裏返さないとダメなんです。そうなん、クッチョンやってやってクエスチョン、え、うまい、うまい、そういうことか、クエスチョン、無理、どうやってんの、え、うまい、うまい、え、もう一回もう一回、もう一回、もう一回クエスチョン、えー、すごい。なんか昨日あのハルルンさんが MC 中にやってたじゃないですか。それを私がなんかやってたよみたいな、クエスチョンみたいな感じでやってたよみたいな言ったら、うん、声を裏出せないやばい、ダメ出し食らってたんだやばい、裏でダメ出し食らってたの知らなか
かった、ごめんね、声裏返しなくて。やばいやばい、あれめっちゃやりたかったな私。なんかそう、あ、そう、気になって自己紹介が、でパルトに聞いたよ帰ってからみんな自己紹介どうだったって、マイキューのやばかったって言ってて、マイキューのやばいのって、なんかね急にねクエスチョンって言い出してねって言われてさ、何それと思ってさ、瀬戸内に迷いたのはマイキューティンキューみたいな言ってたよって言うから、パルトのモノマネがめっちゃ面白くて、そう、パルトさんめっちゃクエスチョンやるやってた、ほんまにめっちゃ面白くてさ、私もやりたいと思って、昨日やっとできた、やっとできた、嬉しかった。私パルトさんのクエスチョンのツボだったのね。そうそう、ちょっとドスがドスがクエスチョン、でも生で聞いたも初めてだから、昨日めっちゃ嬉しかった。そんなポイントがあったよね、声を裏返すっていう。クエスチョンもやばいし、天球もなかなかやばかったよ。センキューです。センキューなん、センキューじゃないの、あ、センキューなんや。そこの声を裏返してくださいね。Thank you 無理、やってやって、 Thank you。 へえ、わざとやってたんじゃん。なんか私もわざとだとは思ってなかった。なんかでも最初なのに披露した時に緊張しすぎて、やっぱり声がその時裏返って、それからずっと続けるんだ。やっぱり私緊張して声裏返ったんかなと思ってたから、わざとじゃないと思ってたら、なんか最初はわざとじゃなかったんです、こんなるつもりはなくて。ああ緊張して裏返ったんだえ、あえて裏返せるの声って。え、なんかでも毎回ちょっといい感じに緊張してるんで。あ、じゃあ緊張しなくなったらやばいやん。あ、そうですね、緊張しなくなったら私がダメ立ちするね裏返ってないよってもう慣れてきたなって。そう、慣れてきたんだって思う、裏返ってない、慣れてきたなって。いや、なんか一期生さんのキャッチフレーズをなんかいっぱい聞いて、うん、考えて、なんか自分たちもキャッチフレーズを考えるときに、うん、うん、誰のが面白いだろう、誰だろうね、でもユミリンの面白いねそう、なんかユミリンさんも一緒にいる場でフラワーフェスティバルで初めてキャッチフレーズを見るので、その時にユミリンさんもいらっしゃったから、それでみんなで輪になって考えてて、うん、オキちゃんもその時からあれ言ってたの。いや、モキちゃんはその時考えたよね、考えてなくって。あ、そうなんだ。キャッチフレーズをだってなんか兵庫の時に、その時に考えたって言ってた。そう、なんか兵庫行く日も朝、うん、まだ決めてないって言ってて、行き道で多分考えたの。もうあれも好きだった、あの何よくできました、よくできました。パクったもん、パクったいっぱいパクりますね。いっぱいパクるパクる。ゆらちゃんのやって瀬戸内の波に乗ってゆらゆらやってきました。ゆらへの思いは揺らがない。あ、むずいな、パクれない。え、ゆらゆらパクれない、だって私ゆらじゃないもんパクれない、難しいね。え、かわいい。でも癒し系キャッチフレーズ、なんかでも結構焦って考えた。フラワーフェスティバルの前日に決めてくださいって言われて、えー、マジかってなって考えた。いいやん。え、その時からやってた？クッチョン。私もやったんですけど、その時の当日に考えて、あ、そうです。なんか朝までちょっともう決まらなくて、で最後にオキちゃんがクエスチョンっていいなって言って、普通にクエスチョンって言うつもりだったのが緊張して、あなためっちゃ面白い。初め普通にクエスチョンって言うつもり、え、マイキューだってクエスチョンってマイキューとかかってないよね別に。マイキューのキュー、あ、そういうことかあ、理解、そういうことか。あ、私バカだから何も考えてなかったなんでそんな急になんか舞い降りたんかな、クエスチョンっていう選択、あの語呂と思って、もうセンスあるなと思ってたら、そういうことね。すごいね、みんなセンスあるね。でもおきちゃんのまだ生で聞いたことがない。本当に？じゃあ私の方が早いわ。聞いた、聞きたい。もう聞いてパクったしパクったしっかり。そうね、聞いて、マイキューね体めっちゃ柔らかいの
めっちゃ気持ち悪いの。やばいよね、気持ち悪いですか？え、すごいよ。なんかね、足にね骨ないと思う多分。軟体動物あります。やばいの。一周もあるよね、だって足。あ、それは終わります。やったことある？ショールームで。いや、なんかアングル的に無理かなと思って。確かに、やったことはない。確かにだいぶセクシーになっちゃう。ペタンってね、やばい、めっちゃやばい。骨ないんだと思って。いや、今やばいよ。めっちゃフラ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 、なんていうの、ゆらゆら。めっちゃゆらゆら柔らかい。今何時ですか？43分。次もコラボですか？そう、かほちゃんと、かほちゃんのお誕生日お祝いして、で1時間休んで、で、あーちゃんとやって、こうこちゃんとやる。おお、すごい盛りだくさんや。そう、人数だったら今日で6人目でしょ。7、8、9、9人。すごい、5年中で9人。そうそう、ありがとうって感じ。そうか、誕生日やけん、お祝いやか。そうそう、かほちゃんはお誕生日やから、今日朝からかのちゃんをお祝いしてきた。もうかのちゃんとこなんかすごかったで、ずっとあれ飛んでた、なんだっけ、お好み焼き。お好み焼き常にお好み焼き飛んでた。もうなんかコメントが見えないって言ってた、お好み焼きで。そうですね、誕生日のあれじゃないから。そうか、お好み焼きがプレゼント。そう、誕生日仕様がね、じゃなんかね、ルームは誕生日みたいに可愛くなったけど、アイテムがギフトは変わらない。そう、変わらない。もうそう、寝た？今日寝ました。寝ました。寝た？本当に寝落ちみたいな。そう、まいちゃん寝落ちしてたね、昨日。気づいたらみたいな。最近も何時に寝た？何時だったかな、分かんない、覚えてない。私もまいちゃん配信終わって、そのまま1時ぐらいだったかな、気づいたら寝てて。へー、寝てると思いながら。眠いよね、そりゃ。だってさ、私がさ、まだ入ってさ、まだどっちにしろ今も入ってまだ1年しか経ってないけど、でも入ったばっかの時、私ダンス苦手だったからさ、もうライブとかあと、もう本当にもう倒れるぐらい寝てたもん。もう普通にもう記憶失ったぐらい、もうすぐ疲れて寝てた。ショールームなんかね、うん、できないよ。なんか最初の時はレッスン、ドラフト制だけでやってる時に、なんかもう6時間とかでも、もうめちゃくちゃ疲れちゃって、帰ってきたらバーって感じだったけど、めっちゃ初めやってたもんね、レッスン。なんかすごく、なんか毎日6時間とかを毎日ずっと5人でやってて、でも疲れてたけど、でも最近もうやっと体力もついてきて、なんか全然11時間の時とかあるじゃないですか。ある。でもなんか全然疲れなかった。疲れない、私もうめっちゃ疲れてるマジかって感じ。もう疲れなくなった、前に比べたら。すごいね、私めちゃくちゃ疲れてる。もうびっくりするぐらい疲れてるよ。疲れますよね、でも長いと時間が。疲れてる、ちゃんと。ちゃんと疲れてる。へー、すごいね。でもなんかドラフト生は5人しかいないから、こう3人が公演出てる時とか、2人がイベント出てる時とかは、もう2人とか3人のレッスンになっちゃうから、うん、もうほんとワンツーマン的な感じ。うん、あ、そうかそうか、そういうことか。教えてもらえる。あ、めっちゃ上手くなるね、すぐ。ダンスやってたでしょ。違うもん、だってうまいもん、めっちゃめっちゃうまいよ。ほんとめっちゃうまい。だってさ、僕の太陽さ歌ってて、で、はじめさ、まずなんか、そう、あの歌割りんとこ、普通にこうやって出てくる時のなんか出てき方がうまいもん、マジ。出てき方がステップが違う、なんかすごいうまい。なんか隣にね、感じるの、風を、めっちゃうまい。本当にうまい。えでもうまいって思う。ぴょんぴょんしてる、めっちゃうまい。ぴょんぴょんしてる、確かに。めっちゃぴょんぴょんしてる。激しいやんな、でも。激しい。なんかちっちゃいから背が、大きく踊って目立とうとして、うん、ありがとうございます。へえ、
ありがとうございます、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、全然若干みゆみゆっぽい、あ、なんかどこやろ、みゆみゆさんの本人にも言われた、私ね似てるところあるねって、うん、なんか多分フィロソフィーとか特に、うん、似てるって言われます、みゆみゆさんと、なんかちょっとだけみゆみゆとたまに、あ、似てるって、でもあそこまでできないですか、うまいよ、だってレッスン見てたら目いくもん、本当ですか、うん、話してた、うまいねって、メイクなの、本当ですか、うん、嬉しい上手、私わかんないからダンス、でも私も別に、なんていうか、みんなでも覚えるの早いよね、私より早いもん、もうすでに早いもん、私は遅い、早いよ、私も振り覚えはめっちゃ遅いです、そうなの、でもなんか早くなってきた、だんだんこうやっていくうちにちょっとずつ、なんかね、私ね、なんかラブトリップわかる？ラブトリップを覚えないとダメな時があって、まあ、披露してないんやけど、めっちゃ前にもう入ったばっかの時に、その時ね、朝夜のね、一人であのビデオ見ながら夜中一日練習してたの、次の日まで朝の4時まで、10時ぐらいから6時間ぐらい練習してたの、いやのに次の日全然踊れなくて、次の日も夜中ずっと練習してても踊れなかったもん、それぐらい覚えれなかった、あ、もうな、1日かかった覚えるの、1曲覚えるのに1日かかった、だから1日に3曲とか覚えられなかったから、今みんな普通に1日3曲とか覚えてるからすごいなと思って見てる、うん、もうなんかこの間まいちゃんと話したんですけど、うん、1期生さんと一緒にレッスン受けてフリ入れした時に新しい曲の、うん、1期生さんの振り覚えの速さがやばくてびっくりしてるね、何あれだよ、みんな早いけど何人か遅いよ、私でも本当に早くて、私とかめっちゃ遅いもん、だからあやばいね自分らってなって、いやでもゆらちゃんで私本当に遅くて、いや私も本当についていけなくて、その時もめっちゃ、多分ドラフト生だったらアイポンが一番早い気がする、そうなんだ、振り覚えとかは早い気がする、アイポンも上手いもんね、上手、アイポンももっと、しかも背高いから目立つ、ダンス部、そうなんだ、高校でダンスやってたんだ、いやゆりちゃんと同じ感じするじゃん、あ、そうなんですか、そうゆりちゃんもなんかチェキ上手いんか、トロベさんも高校でダンスやってたって、へ、そうなんや、まあーちゃんとかはダンスやってないけど上手い、上手いですよね、やったことないって言ってた、へ、上手い、さっきとかも上手い、あ、上手、あとはほのたんさんとかも上手だなって思う、まあやってた、あ、やっぱやってたんだ、うん、上手だなって、ほんと結構やって、ふーちゃんとかもやってないし、あと誰やろ、あ、ひなちゃんもちょっと習ってたって言ってた、そうなんや、あとはやってないかも、あとはみんな上手いかやってないか、みちとかはもう天才だから、やばい天才だから、そう、なんかこう結構人数多くてレッスンやるとき20何人とかでやるとき、先生見えなかったら、うん、磯貝さんとか見てる、見て、まあ行けばいいのに、まあ行ったらいいのに、気にしなくていいんだよ大丈夫、みんな適当だから、私は背が高いか一番後ろいるしでもね、最近気づいたの、前にいた方が覚えやすいと思って、やっぱ見えた方が覚えやすいし、見えた方が覚えやすいし、前にいるとなんか後ろから見られるやん、もうプレッシャーで覚えないとあかんと思ってさ、結構覚えるからさ、前に行った方が覚えやすいんやって最近気づいた、1年越しで1年越しで気づいた、踊れへんから後ろで踊っとこうと思ったけど、前の方が踊りやすい、どうやって覚えんの、ほんとすごいね、いやもうビデオで覚えるのが苦手なんですね、私も無理、レッスンで入れてもらったら結構割とできるけど、ビデオで覚えてきてって言われたら、もう鏡にこうやって映して、あ、こうかってやるときに反転して、え、あるよ、え、なんかアプリあるんですけど、うん、ちょっとなんかめんどくさいときとか鏡でこうやって映して、あ、こうかみたいな、ビデオで覚えるのが苦手ポンポンポンって送られてくるじゃないですか、うんうんうん、何日までにみたいな、あ、やばい、やらなきゃみたいな
何回もなんかスローモーションとかで見ても、うん、もうこれ何やってんだろうね、なるよね。でもそうやって覚えたやつってめっちゃ記憶使う。うん、わかる。確かにめっちゃ見てるからね、うん、確かに。私がいるとマイキーおとなしいって書かれてる。私どのコラボ配信もそれ書かれるんで。あ、そうなん、はい、そうなんですよ。人見知りだから。そう、おとなしいですか。うん、人見知りっていうのはなんか聞いてたからわかる、うん、でも私そういうの鈍感だからもうわかんない。ほとんどおとなしいんかなとか思っちゃう。誰とやったコラボ配信ですか、うん、ドラフト生はほとんどで、うん、あとはコッコ先輩だけ。だけですね。コウコちゃんわりかしでも喋りやすくない？喋、うん、りやすい、うん、コウコちゃんから話してくれるしね、勝手に。コウコちゃんって絶対ハルルンさんのことめっちゃ好きで、めっちゃ好きだと思う。私も思う。それだってね、だって好きだと思うもん。私も思う。楽屋でもなんか絶対ツンツンするじゃないですか、ハルルンさんに。絶対言おう、今日言おう。なんか絶対好きとか言ってないしみたいな感じで言うけど、いや絶対好きじゃん。そう、好きだと思う。私も言おう、これ絶対今日言おう。うん、そう言われてたよって見ててもわかる。だって可愛い子が好きって言ってたもん。だから私のことだと思ってるもん。うん、そういうの好きです。ありがとう。本当に可愛い。喋り方もめっちゃ好きなんですよ。本当に可愛いだって。どうしよう。本当に好きなんですよ。私めっちゃ。どうしよう。めっちゃだって自分のショールームでハルルンさんの話しますもん。マジ？本当に。でも一回聞いたよ、なんか話したことない時に話しかけてきたって聞かれたから、あ、話してくれたよって言った一回。そう、なんか好きなんですっていうのをショールームで言ってたらファンの方が言ってくださって、ハルルンさん、嬉しい。はい、嬉しいね。なんかおっとりしてる喋り方がめっちゃ好きなんですよ。私なんかはんなりっぽいじゃないですか。やばい、今日めっちゃ褒められるね。答えと配信してると次コッコさんとの配信でたらだいぶ、そう、一番最高だけ。今まで上げられてるの結構ね、葵ちゃんも褒めてくれてるし、まあかのんちゃんにはちょっと下げられたけど、まあ葵ちゃん褒めてくれるし、まあゆいちゃんも褒めてくれたし、まあ上げられてるのあーちゃんも悪いこと言わないし、かほちゃんも最後の最後でコッコちゃん絶対気分下げられて行くことになるから。そう、かのんちゃんには下げられた。かのんちゃんに、かのんちゃんとかのんちゃんのファンの人に下げられた。めっちゃいじられた。面白かったけど、朝からうるさかったでしょ、結構にぎやか隣だったもんね。お隣なんですか、お部屋。そう、あ、そうなんや。かのんちゃんの部屋でやってたんやけど、うん、かのんちゃんがこっちで私がこっち。そうだったんや。間まあもうでも今日帰るから泊まるんだけどね。楽しいね、ホテル楽しい、うん、疲れる。いや私はお家の方が寝れる。あーでも、もうでもどっちもどっちかな。お家でも寝れない時は寝れないし。もうテンション安定してるよね、ゆらちゃん。え、そうですか。すごい疲れてる時とか疲れてる感じ見せないもん。レッスンでも踊ってる時はなんか疲れてても楽しいから、うん、なんかガンガン踊れるけど、疲れてる、もう家ではなんか。マイケルさっき疲れてたもんね。出てますか？ね、私とか結構激しいですよね。激しい、舞ちゃんは本当に激しい。あ、ちょっと、はい、はい、大丈夫です。大丈夫かなみたいな。元気な時はめっちゃ元気。でもみたいな、別に大丈夫で痩せなくても寝てもって言って。そう、めっちゃ、ね、疲れてた。それ疲れるよ。もうね、疲れるよ。私でも疲れてるもん。マッサージ行きたいもん。もう絶対ショールームのイベント期間終わったらマッサージ行くって決めて。マッサージと中華料理。
まえちゃんの中華あ、そう、まえちゃんの中華も食べなきゃ作ってもらおう、まえちゃんに中華はいはいってお皿洗いするんで何かを作ってもらいたいです。え、ほんまに皿洗いします。作んで、あ、じゃあみんなでお鍋する。え、お鍋しよう。え、鍋パしようよ。したい。え、じゃあさ、帰ったら鍋パしよう。いいんですか。ショールームしてもいいし、その時。したい、やりたい。やろ、お鍋あるの、鍋パしよう。したいです。やろやろ。パルトさんも呼んで。あ、オッケー。やろやろやろ。絶対楽しい。よしよしよ。そうそう、鍋買ったの。一回あーちゃんとかのんちゃんとみなみちゃんと鍋して、配信とかじゃなくてシンプルに鍋してそうそうそう、ちらもやったけど鍋がなくて、そう、フライパンでやった。嘘、あるよ鍋。やろうよ、ね、フライパンでやっとね、うん、引っ越してきたばっかりの時に。へえ、そうなんや。いい、仲いいね、本当に仲いいですね。もうドラフト合宿の時からもうずっと一緒だから。何鍋にする？何鍋が好き？何鍋かな、何鍋が好き？もう何にするんですか。前は何鍋にしたっけな。前一回食べたのキムチと、あと普通の水炊き。水炊き普通に好きや。でもキムチも好き、辛いの好きよな。キムチする。キムチしたいです。キムチしよう。キムチ鍋しよう。やったー。しようしよう。しようしよう。カノンちゃん呼んであげてって。カノンさんもうみんな呼びたいね。うん、この間ココさんと3人でお好み焼き配信したんですよ。お好み焼きしたの？広島風の。うん、ココさん作ってた。ココちゃんうまかった料理。でも器用だったよね、うん、上手でした。へー、なんかひっくり返したりするのあるんですよ、うんうん、めっちゃ難しいんですけど上手だった、コウコさん。へー、すごいね、コウコちゃん作れるんだ。コウコちゃんお料理作ってるイメージないけど。あ、そうですか。誰が料理作ってるイメージですか。誰だろう、キセイさん。あ、でもマヒナちゃんとか。そうなんや。あ、やばい、10時超えた。あ、あら、じゃあランキング読みますね。読みます。まいちゃんがかのんちゃんのことで悩んでるから相談してあげてって。悩んでんの、かのんちゃんのことで。違うんです、なんか DD って言われるんですよ。なんで。一途じゃないの。なんかあのココ先輩とことかに行ったら DD って言われるんです。あー、あの配信にってこと。配信、まあそうですね。あ、普通に、あ、喋りに行ったってこと。DD って言われるの？ですか？昨日拒否られたんですけど。DD って言われるの？でもイメージあれだよ。かのんちゃん推しのイメージだよ。あ、そうですそうです。うん、そうです。そうなんですよ。そんなないよ。あ、でもコウコちゃんと最近よく喋ってるもんね。でもコウコちゃんはさ、なんか普通に仲良く喋ってる感じで、なんかお悩みを聞いてくれるんですよ。お悩み聞いてくれるの。悩んでるの。そうか、そうかそうか。じゃあ言っとくよ、かのんちゃんに。めっちゃ好きって言ってたよ。はい、じゃあランキング読みます。読む、まだ続けるよね。読めるの。一旦読みます。はい、読む？いつもランキング読みます。あ、オッケー。じゃあ私読んでいい？はい。じゃあ13位から、ガタ、コーラーさん、ムムスケ、 RX さん、さやまっちゃ、ともちゃん、ゴーンちゃん、上村さん、ありがとう。第5位ドッスン、ありがとう。第4位プーちゃん、ありがとう。第3位小林さん、ありがとう。第2位タカモン、ありがとう。第1位はトッシー、ありがとう。ありがとうございました。終わったらカオちゃんのとこに行きます。ありがとうございました。